ということで、ここは神楽坂毘沙門天になりますが、ここから先のことを考えるとまた40分ぐらいの長さの動画になるかもしれないんで、一応切って新しく始めることにしました。で、次の予定として言うと、神楽坂の赤城神社に参拝して、その後で東京メトロ東西線の神楽坂駅にまで行くという感じですかね。まあ神楽坂も割合よく通ったりするんですが、なんか久しぶりって感じですかね。24時間っていうフィットネスジム、最近フィットネスジムっていろんなところに出ますよね。うちの地元にも2つかに1つフィットネスジムがありますが、あれはなんかお堂ありますね。あれは何ですか。で、向こうの方に行くと、大江戸線の牛込神楽坂と書いてありますね。向こうの方に行くと、大江戸線の牛込神楽坂と書いてあります。で、ここは神楽坂で、飯田橋の駅前からずっと通ってきて、この道をまっすぐ行くと、東京メトロの東西線の神楽坂駅まで行きます。で、一応この動画としては、神楽坂駅まで行くわけですが、その前に、神楽坂駅の近くの、赤城神社にお参りしたいわけですよ。あとあれだな、神楽坂の近くのところにですね、屋来町というところがあって、屋来町には農家堂があるんですよ。何かの撮影でしょうか。着物を着た男性が2人出てきて、その後を取材クルーと押し込むのがカメラを掲げてましたよ。ひょっとするとさっきの着物を着た2人組の男性は有名な俳優かなんかかもしれません。
最近の100円ショップは本当いろんな品揃えがありますよ。今はあれかな、時期にクリスマスなんでクリスマス関係のものが多いようですが、似顔絵でウルトラマンとか書いてあったな。アルパカがいます、アルパカが。はあ、はあはあ。時期に神楽坂駅に着くわけですが、その前に赤城神社に行きたいわけですかね。で、神楽坂をずっと行ってるわけですが、ここに音楽の友社っていうのがあって、音楽の友社っていうのは音楽関係者の有名な出版社ですよね。ちょっと全体的に写ってみますか。向こうの方にあるのは音楽の友社の建物ですね。あとその隣の音楽との友社になりますね。で、向こうの方に行くと営団東京メトロの神楽坂の駅があって、あそこの通りに行くと赤城神社があります。ということで、この動画は赤城神社に参拝して神楽坂駅に着いたら終わりにしたいと思います。まあ自分の動画あれですね、なんだかんだで神社仏閣の参拝するのが多いですね。赤城赤城大明神とか書いてますね。赤城神社です。あー、そっか。で、この動画も監視して6分ぐらいなんで、あれかな、やっぱ さっきの動画に映ってるかどうかわかりませんが、葉っぱが垂直の状態でくるくる回りながら落ちていきましたよ。珍しいですね。で、先にこう登っていけばいいのか。やっぱあれか、くっつけた方がいいかな、やっぱ。
ここは京雪天神ということで、ここに先にお参りしましょうか。株式会社熊谷組と書いてますね。熊谷組というのが大手の建設会社ですが、向こうに赤城カフェがありますね。狛犬がなんか変わってますね。なんか狛犬がなんかスフィンクス風になってます。狛犬の頭が面白いですよ、これ。頭の形がスフィンクスみたいになっています。っていうよりも、神社の狛犬自体、大元はスフィンクス。神社の狛犬自体、大元はスフィンクスであるって、そういう話もありますからね。向こう読みくじがあるのか。いいや。なんだかんだ小銭もなくなってくるし。で、あとはここの下の神社にちょっとお参りして、神楽坂駅に着いたらこの動画を終わりにする感じですかね。さて次はどうしましょうかという感じですが、どうしたもんでしょうか。ムカデがありますね。ムカデが山を取り囲む形でダーンとありますよ。お百度前に赤城山と大ムカデ、作島久行ということで、昔赤城山の神様はムカデとなり、中禅寺湖の領域をめぐり二良山のマムシとなった神様と戦いをされました。これが奥日光の戦場ヶ原の由来となりました。このムカデをなで御三神の力をいただき、ご本社は抹茶をお参りください。今回氏子会長の飯島光幸氏がコロナウイルス感染症鎮静を願って寄進されたものです。ということで、このムカデにはコロナ鎮静の願いが込められているそうです。頭を撫でみましょうかね。ちょいちょいと、このムカデを撫でご祭祀の力をいただき、お本社へ抹茶をお参りくださいということです。コロナ鎮静の願いに込められたムカデと赤城山です。これは何だろう。観音菩薩立像。赤城神社の北に位置していた宝蔵院、今の西五軒町あたりに現在は灰寺となっているより移された。船形廃校藩には慶長18年、牛年5月16日と刻まれている。ふっくらとした桑立ちで全体におおらかな雰囲気の菩薩像であるということで、観音菩薩像があります。あとこれは何だ？俳人マキアンの碑。マキアは江戸初期の俳人であり、幕府の家臣でもあった人物。
映ってますかね。マキアは江戸期の俳人であり、幕府の家臣でもあった人物。梅加工や水は東より行く、地がし、うんぬんとあって、いろいろとここには句が刻まれているそうです。で、神楽の白梅。この木は神楽の白梅だそうですね。これは桜の木になるのか。で、ここは赤城出世稲荷神社、宇賀の御霊の御事、池本の御事、八耳神社、青い神社ということで、ここの神社には3種類の神社が合祀されているそうです。早期は明らかではありませんが、赤城神社が当時に大釣りする以前から地主の神と尊ばれ、鎮座、出作、出世官員の利益があることからとして、大名公家の崇敬を受けておりました。また、穀物、食物を司る神として、五穀豊穣、衣食住、商工業、繁栄の御神徳を備えておいてです。現在は神楽坂商店街などの商売繁盛と近隣サラリーマンの崇敬を集めております。戦前まで5月5日の例祭日には、お神楽が奉納されていましたということで、赤城出世神社の説明ですね。で、八耳神社、戦火で焼失した昔の太子堂です。この八耳様はあらゆることを聞き分ける天の耳を持つ聖徳太子であり、聡明な知恵を授かることができます。何か悩み事になるときは、八耳様、八耳様、八耳様と3回唱えてから回りすると、おのずと良い考えが浮かぶと伝えられる。また耳の神様と手広く信仰を集め、耳の病気や煩いを治してくれるとして、全国各地から参拝に訪れ、豪殿に大国の御事、二宇の大臣を継ぎます。青い神社、御祭神が徳川家康ということで、で、八耳神社の御祭神が聖徳太子ですね。で、青い神社の御祭神が徳川家康ということで、牛込西御県庁の天台宗宝蔵院に鎮座していたが、明治元年、神仏混合を廃止された際に、当境内遷座、徳川家初代将軍として、江戸時代の政治文化の礎を築き、近代日本の発展に多大な貢献をされました。かつて江戸市民の家康公への信仰の対象でしたが、現在は神楽坂の東照宮として親しまれ、学問と産業の祈願、成就になって参拝する方に心の安らぎを与えてくれますということで、徳川家康公が祀っているそうです。これは何だろう、なんか木の板がありますね。奉納水道帳ということで、で、狐がいて、真ん中に出世稲荷神社、八耳神社に東照宮ですね。出世稲荷と落ちちゃった。あと東照宮、東照宮は日光東照宮が有名ですが、ああ落ちちゃった、反対側に落ちちゃったんで取れませんよ、最新が。いやいやいですね。で、これは3つの神社が合祀されていて、真ん中に出世稲荷神社で、八耳神社は聖徳太子を祀っていて、東照宮は徳川家康を祀っているということですね。で、狐さんがいます。ということで、あとはもうあれですね、
15分で、そうかそうか。やっぱ一本にまとめた方がいいか。動画の長さとしていうと、どのぐらいが適切かという感じがしますかね。一応20何分かぐらいで切るような感じしますが、まあさすがに40分以上の動画だと見るのも疲れるだろうと思って20何分かで切ることにしてますけど、どんなもんですかね。まあぶっちゃけどのくらいの人が見てくれてるのかもなんかよくわからない感じもするし、まあそれでも見てくれてるファンの人はずっと見てくれてるわけですが、ここの手水に屋もこんな感じでこういう再開されてますね。何でもかんでもコロナ感染対策ということで。で、赤城神社をお祭りしてる神様ということで、いろいろ書いてますね。岩筒尾の御事と豪殿、赤城姫の御事、あとあれか、慶雪天神本宮、すがれ道真公、赤城出世なり神社が、いわゆる大蛇さんで、八見神社が聖徳太子、青い神社が別名東照宮で徳川家康ということですね。で、向こうに神楽坂駅の入り口があって、で、別の入り口が神楽坂のところに行ったらあるんで、そこまで行ったら終わりにしましょう、この動画も。で、また神楽坂に戻ってきました。で、ここが東京メトロ、いや、いいか。神楽坂自体はまだまだ続く感じですかね。まあ神楽坂自体はまだまだ続く感じですが、これ以上行ってもあまり仕方がないので、これでこの動画も終わりしましょう。飯田橋の神楽坂のところから光ニームがお送りしました。ではでは、次の動画でお会いしたいと思います。